J リーグは生まれて30年が経ちました。今年でちょうど30歳、本物の J リーグが目指したいものに近づいてきているのかなと。今この瞬間から次のワールドカップ2つの成長戦略、明治安田生命 J リーグワールドチャレンジサマーブレイクあたりで開催したいとこういうふうに考えています。皆さんこんにちは。本日はお忙しい中 J リーグ30周年オープニングイベントにご来場いただきまして誠にありがとうございます。J リーグは多くの皆様に支えられ、おかげさまで今年30周年という年を迎えることができました。この節目の年に改めて J リーグの未来を考え、さまざまな取り組みを行っていこうというふうに考えております。本日はそのスタートといたしまして、ここ明治安田生命ビルマイプラザホールにて30周年を迎える J リーグのコンセプトやメッセージを発表してまいりたいと思います。申し遅れましたが、本日司会進行を担当させていただきます竹内教えと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン野々村義和よりJリーグ30周年プロジェクトについてお話しいたします。野々村チェアマン、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。J リーグ野々村義和です。本日よろしくお願いします。日本中最強寒波と言われるような寒い中お集まりいただきましてどうもありがとうございます。今話し合った通り、J リーグは93年の5月15日に開幕して、今年でちょうど30歳、30年ということになります。その間いろんなことがあったわけですけれども、選手の頑張り、現場の皆さんの頑張りはもちろんですが、多くのサポーターの皆さんやメディアの皆さん、それからクラブを支えてくれるパートナーの皆さんたちのおかげで、こうやって30周年を迎えることができました。開幕当時はなんかキラキラしたエンターテインメントだなというふうに見られていたところが大きかったと思いますけれども、30年経って、僕はすごくこう本物の J リーグが目指したいものに近づいてきているのかなというふうに思ってます。やはりこう本気でクラブを支えて、地域のためにクラブと一緒に地域をより良くしていこうというようなサポーター、地域の方が本当に増えたんではないかなというふうに感じてます。こうやってサッカー文化が日本に根付いてきているということを感じながら30周年を迎えられるということに、僕自身も本当嬉しいですし、ゼロから1にしてくれた方々もすごく喜んでくれているんじゃないかなというふうに思ってます。昨年 のワールドカップでも日本代表すごくこういい活躍をしてくれたわけですが、すべての選手がやっぱ J リーグを小さな頃に見て、それから J リーグで成長して、ああやって世界の舞台で戦ってきてくれたわけです。ということはやはり我々は今この瞬間から次のワールドカップ、例えば20年後30年後を考えても、小さな子どもたちにやっぱり世界に入っていきたいなと、こういう魅力的なものを作っていかなければいけないというふうに思ってます。僕はよくサッカーは作品だという話をしますが、改めてやっぱりピッチ上のクオリティがその作品を構成する要素の一つで、二つ目がやはりスタジアムとかスタジアムに行きたいなというようなスペックですね。で、何より三つ目がそこに集まってくださるサポーター、お客様の熱量、この三つが一つになって作品だというふうに思ってます。で、各クラブは週末行われるホームゲームでどれだけ魅力的な作品を多くお客様に届けることができるのかということを競っていくわけです。そんな作品をこれからも作っていく中で、 J リーグとしては30周年、またそれ以降の取り組みとして2つの成長戦略のテーマを掲げさせていただきました。最も大事なことは、今年から J クラブは60クラブになりますが、60クラブがそれぞれの地域でどれだけ輝くことができるのか、ここが一番大切なところなんじゃないかなというふうに思っています。地域によっては、いろんな地域課題もあるし、その人口だとかいろんな面を考えても、
成長の仕方は様々なので、そこにその地域に合ったクラブの在り方を模索しながら成長していくというようなことをチャレンジしたいと思っています。でそれから、もう一つこの画面の左側になりますが、トップ層がどれだけ輝けるかというところも非常に重要なポイントだと思っています。ナショナルコンテンツというのはその日本で日本中の人たちがあのクラブを応援したいと思ってもらえるようなクラブ、または世界に出て戦っていって日本のサッカーを引っ張っていってもらうようなクラブが出てくることも期待をしながら、そんな取り組みをしていきたいなというふうに思っています。で今年30周年を迎える中でいくつかの取り組みを紹介したいと思います。まず、これはスケジュールですけど4つ紹介させてください。まず1つ目は、サッカー番組、キックオフというタイトルで全国で放送をするということを4月から始めます。実は10月から5つの地域で、サッカーを応援する番組、これはもう地域に合ったサッカーを応援する番組です。東京から1つの番組を全国にということではなくて、地域の子どもたち、女の子、それから高校生、中学生、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなが地域でサッカーやってるわけですけども、そんなサッカーの仲間を応援するような番組を4月からスタートさせたいというふうに思っています。こういうことをきっかけに、将来的にもサッカーに触れる子どもを増やしていくということもそうですし、その地域にある J クラブの存在感をその地域で高めていければいいのかなというふうに考えています。2つ目ですが、 J リーグの30周年の記念マッチ、これは5月15日が、J リーグの誕生日ということで、そのあたりで行われる各地域で行われるその J リーグの試合を30周年記念マッチとして、開催をします。中でも5月15日の金曜日 FC 東京対川崎、それから5月14日日曜日ですね、鹿島対名古屋を J リーグ30周年の記念、スペシャルマッチと位置づけて国立競技場で開催したいというふうに考えています。それから3つ目です。同じところにあるような塊の中で、J リーグの30周年記念イベントを明治安田生命のマイプラザホールにて開催するということも一つあります。それから最後ですが、明治安田生命 J リーグワールドチャレンジというものを夏のサマーブレイクあたりで開催したいというふうに考えています。海外のクラブを招聘したりというようなことを今検討して、海外クラブと J リーグのクラブ、また海外クラブ同士みたいなことを考えながら今調整しているところであります。こんな取り組みを今年1年かけてやりながら次の10年20年30年に向けてやっていくわけですが、ここでコンセプトムービーを皆様にも少し見ていただきたいなと思っています。これまでの30年を振り返るとともに次にどう進んでいこうかというようなメッセージの込められたムービーです。Jリーグは生まれて30年が経ちました。人でいうと30歳、立派な大人です。たくさんの嬉しいこと、難しいことを経験し今に至ります。人は大人になると分別がつき、穏やかで優しく、失敗をせず安全に物事を進めることができるようになります。大人だねと褒められます。Jリーグは大人になることがゴールじゃありません。ピッチに立つ選手たちが教えてくれます。彼らは失敗を恐れず、感情を爆発させ、何万人もの人目をはばからず、泣いて笑って、雨に打たれて泥にまみれて、たまにカードをもらうけど、いつもギリギリまで攻めて攻めて攻めまくる。それは子供とか大人とか関係なく、情熱を持って生きている人。 J リーグもそうありたい。だからもっともっと喜びも悔しさも分かち合おう。
サッカーにゴールはあっても J リーグにゴールはない。さあ一緒に次のワクワクへ。よっしゃ行こう。はい、ありがとうございました。あの最後に、今のムービーの中にも最後出てきました、あのコンセプトワードとしてこのよっしゃ行こうというものに我々の思いを込めました。サッカーの現場によっしゃっていうようなことは、例えば点取ったとき、決定機を防いだとき、 PK を止めたとき、もちろん勝ったとき、それからよっしゃ行こうまで行くと、あの試合の前にやっぱほとんどのクラブというか、サッカーやってる子どもたちもそうなのかもしれないですけれども、やっぱりそんな思いを込めて、またそんな言葉を発して、ゲームに出ていくわけですよね。サッカーの中ではありふれた言葉なのかもしれないですけれども、やっぱこの言葉っていうのはもうサッカーを表す一番いいワードなのかなと、こんな思いを持ちながらこれからも進んでいきたいと思います。あのクラブだけでも、サッカーの現場だけでもやっぱりサッカー良くなっていかないと思いますので、皆様含めたあの仲間と一緒に、またここから10年、20年、30年と、いろんなものを積み上げていけたらいいなと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございます。